今日はほうれん草のごま和えを作ります。冬になるとほうれん草とっても美味しくなりまして、できれば露地物ハウスでないものを使いたいんですけれども、露地物になると甘みもたっぷり出てきますし、ほうれん草自体の味がとても良くなるので、ごま和えにするときにお醤油だけでごま和えを作ってみたいと思います。まずほうれん草を買ってきたらですね、束を溶いて、でこれたっぷりのお水につけて、置いてください。この軸の切りのところに土がついていることがよくあります。お水につけておくことで、その土が柔らかくなって、軽くこうゆすぐだけで土が落ちるので、それからあと水が切れてて葉っぱがちょっと元気がないような時もお水につけて、こういうちょっと生き生きとした状態にしてください。でお水を切ってこの状態にしてください。で茹でる時に包丁は入れません。包丁を入れると味も逃げていくので、このまま茹でていきます。まずお湯、よく沸いたお湯で茹でるんですけれども、茹でる時は本当に高い温度でさっと短い時間で茹でるのが理想なんですが、ゆだりすぎを防ぐためにちょっとこういう沸いたところにまずは先の方だけつけていきます。自然とこう曲がってぐにゃっとしてくるんですけれども、それに合わせてちょっとずつ押し込んでいってあげて、で最後全てをこう入れるという感じですね。でお湯は量が多い方がいいです。お湯が少ないと中身入れた時に一気にお湯の温度が落ちるので、できるだけ大きいお鍋でお湯をたっぷり沸かして茹でるのがいいと思います。もうこれで大丈夫だと思うんで、一旦火を止めます。で、箸で持ち上げてお水に取ります。冷たいお水にとって、本当は水道があれば流水にここで当ててよく冷まします。でその時にさっき洗い切れなかったこの軸の中に入っている土なんかも全部この中で落とすことができるので、ほうれん草自体が冷えるまで流水に当ててください。絞り方は本当に絞りすぎると味も抜けてしまうので、ある程度の水分が残るようにこの根元の方からちょっとギュッギュッギュッとペーパーか何かでもうちょっと水気を切るっていうような状態で、そしてあえる時にもう一度ちょっと軽く絞りながらあえていきますので、とりあえずこの状態では軽く絞った状態でここまでご用意するという感じです。下にキッチンペーパーか何かを引いて一旦冷蔵庫で冷たくなるまでちょっと置いておいてください。で次はごまを煎るんですけれども、ごまは市販されてる白むき煎りごまというので大丈夫だと思います。でこれをお鍋に入れて、ごまを作るときもう一度煎り直します。ごまを焦がすとですね、味が苦くなりますので、なるべく焦がさないように豆にこうやってお鍋を振って、そして全体が熱くなるまでちょっと煎ります。触ってみると分かるんですけれども、今これだけ火にかけても上の方は全く熱くなってないんですね。なので手を入れて熱いと感じるぐらいまで煎り直してあげたらいいと思います。すごくいい香りがしてきてるので、香りがしてきたらちょっと火を止めます。焦げ付きを防ぐ意味で火を止めて、ちょっとこの後もまた余熱でもう少し火を入れて、でこれをすり鉢に移しまして、でごまを当たっていきます。本当にすり鉢って便利な調理器具で、できればちょっと大きめのものを買われることをおすすめします。ごまを当たったり和え物はこの中で作れます。結局これするだけじゃなくてこの中で全部の調理ができるので、とっても便利な調理の道具だと思います。ごまの粒が多少見えてもいいと思うんですけれども、できれば全体的にこうごまが当たられてすれつぶされている方が美味しいと思います。だんだんすり鉢の周りの面にごまがついてきますので、それで
出来上がりがわかると思います。ここまで来たらごま醤油を作ります。ここにお醤油を入れるわけなんですけれども、ちょっと周りから流し込んで、そしてちょっと当たって、お醤油が全体になじめば大丈夫なので、ここからはすりつぶす感覚ではなくて、お醤油が全体に混じるっていう感じで、そしてここでごま醤油ができたらですね、ここにほうれん草を入れて和えていきます。ではほうれん草を切っていきたいと思います。食べやすいサイズで、このぐらいの長さにザクザクと。それでこの切った残りなんですけれども、この芯の方は、ここは鉄分も多いですし、美味しいところなので、お豆腐とお味噌汁を作ったりするととっても美味しくいただけるので、ちょっとこういう太めの芯のものは半分にちょっとこういうふうに包丁入れてあげて、ちょっとここの硬い根っこの部分だけでもこういうふうに包丁入れてあげると食べるときに食べやすいので、こんな状態でお味噌汁に入れると美味しいと思います。食べていただけたら本当に分かると思うんですが、今まで作ってたそうですね、ごまえ、お砂糖を入れたりお出汁を入れたりするようなごまえとはちょっと一味違って、キリッとした味と、あと本当にほうれん草の味が引き立ってくるようなお料理になってます。ぜひお家でもやっていただきたいと思います。で、この切ったほうれん草ですが、まだ水気がちょっとこのぐらいトボトボっと出るので、少し軽くここでもう一回水を切って、この中にバラバラっとほぐし入れていきます。ここであんまり水を切りすぎちゃうと美味しいごまえができないので、本当に軽くびしょびしょにならない程度の余分な水気を切るだけですね。で、これでざっくりと当たり鉢の周りについたごまをこうちょっと掘り起こすような感じで混ぜていきます。で、こんな感じで全体がよく混じったら出来上がりです。で、和え物はとにかく長時間置いておくと美味しくなくなるので、和えたら、まあ、お客様の来る時間もしくは自分たちが食べる時間に合わせて作るといいと思います。作り置きはおすすめしないです。浸透圧で味の濃いものがと合わさってるので、時間が経つと味が狂ってきてびしょびしょになってくることが多いので、できるだけ時間合わせて作るのをおすすめします。器に盛るときはこういうちょっとなんて言うんでしょう、余白をちょっと器の中身を見えるようなこういう綺麗な状態に持ってくるために、まあ余白を持たせて真ん中をちょっと高くするとごちそうみたいになります。はい、ほうれん草の旨味をしっかり引き出したほうれん草の白ごまえできました。